の島、でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ、変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。ノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ、フードバースター。にっけ、うんてい、立て直すわよ。危ない、ジョンボーさん。麦わらの小僧どもがワフルドに近づいているらしいな。ワフルドには神の息吹が。大丈夫なのか？確かに、ワフルドにはあの遺跡があったな。麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。ではあの男を向かわせるか。ルフィ、ルフィ、しっかり。はい。もう怪獣に体を食いちぎられてなくてよかったわ。いや、怖えよ。そんな想像してたのかよ。あ、俺の帽子がねえ。見つけた時にはなかったな。まいったな、どこに行っちまったんだ。
に沈んでんじゃねえか。うわっ、危ねえ。なんだこの島、どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。なんだこりゃ。変な氷だ。中でなんか光ってるみたいだぞ。急ぐ。信じがたいけど、雷を凍結させたもののようね。この島、一体昨日のおかしな嵐の時に降ってきた氷みてえだな。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない。探さねえと。ナミさん、ゾロとブラックもいないぞ。どうするんだルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。おい、ブルック、ゾロー、ナミー、ナミさーん、ナミー、ブルックたちいたか。いや、この辺りには見当たらねえ。みんなどこ行っちまったんだ。ここは岩が崩れちまってる。この状態じゃ先には進めねえし、あいつらも島の奥には行ってねえはずだが。おい、ウソップ、これサニーの怒りじゃねえか。ああ、着水の衝撃で飛ばされてきたみてえだな。サニーに戻してやんねえと。なんだ今の声。行ってみよう。おい待てよルフィ。しょうがねえ、俺もついて行ってやる。今のは一体何が吠えてたんだ。みんな合流したらそいつを探しに島を探検だ。いや待てルフィ、おい
たか、ナミたち。この辺りには見当たらねえ。無事でいてくれよ、ナミさん。すぐに助けに行くからな。この辺りには流れ着いていないようね。みんな全身バラバラに砕け散っていないといいけど。雷雲もない空から落雷。考えられない現象ね。一体どういうことかしら。でも今はみんなを探すことが先決ね。行きましょう、ルフィ。この辺、かすかにナミの匂いがするぞ。本当か、チョッパ。ナミの匂いはこの洞窟に続いてる。俺たちより先に流れ着いてたのか。ナミさん、今行くからね。よし、行くぞ。
なんだこいつら、あのゴリラの仲間か。さっさと追っ払ってナミさんを助けに行くぞ。勝負だ。俺が相手になってやるよ。俺もらったぜ。ど真ん中だ。俺に任せてけ。もう起きるんじゃねえぞ。なんで急に襲いかかってきやがったんだ。俺たちは別に何もしてねえぞ。まだ来るのかよ。よっぽど俺たちのことが気に入らねえみてえだな。俺は負けねえ。ゴムゴムのガトリンガー。もっと強いやつはいねえのか。待てルフィ、俺は強いやつに会えない病なんだ。ちょっと待て。あいつら海賊出て行けって言ってた。ハッハッハ、嫌われたもんだな。さあな、今はナミさんを助けるのが先だ。そうだな、行くぞ。待て待てルフィ、そっちの道じゃねえ。あ、そうか。ナミさんはこっちだ。チョッパ、こいつも俺たちに出て行けと言ってるのか。いや、
腹減ったって言ってるぞ。敵意はなさそうね。なんだ、それなら道を開けてもらおうぜ。待って、ウソップ。どうした、チョッパー。敵意はないけど、食欲はあるみたいだ。え、ウソップ。ウソップが食べられちまう。ウソップ、待ってろ、今行く。うちのクルーに何してくれてんだ。俺が必ず助ける。待ってろ、どけ。やべえ、意識が。さてと、ゴムゴムのあいつの弱点はどこだ。くらえ。ピッピーヨー。ピーヨー。俺たちの邪魔すんじゃねえ。俺に任せろ。なめんじゃねえ。さーてと、くらえ。ピーヨー。よし、やるか。俺が相手だ。あぶねえ、食われるところだった。あのと、いや怖いわ。こっちで合ってんのか。うん、ナミの匂いがしてる、間違いない。ここを登るのかよ。ナミさんはこの先だ、行くぞ。
まだつかねえのか。ほら、いいから走りやがれ。ナミさん、今あなたのナイトが行くからね。もうすぐだ。すぐに助けるからね、ナミさん。見えてきたわ。いやあ、あたしを食べても美味しくないわよ。ナミがいたぞ、ルフィ。ナミさんに手出しやがったら下ろすぞ、クソゴリラ。なんだ、またかよ。どけ、猿。あら、こっちにも。ハサミ打ちか。どかねえなら、ぶっ飛ばしていくぞ。俺たちの邪魔すんじゃねえ。間違ってもレディーに手出すんじゃねえぞ。ディアブルジャンブ、プルミエールアッシュ。覚悟しろよ。記憶セカンド。戦える。
動け。あなたたちの相手は私よ。ドスフルール。グラップ。大丈夫。みんなのことは私が守るわ。よっしゃクソジジイの蹴りに近づいたか。成長を実感できるほど強くなれたのね。怪物と呼ばれようと俺は強くなる。今週の俺はスーパー強えぞ。一緒か。ああ、あとはブルックだけだ。迷子のマリモが帰ってきやがった。誰が迷子だ。おめえだよ、クソマリモ。喧嘩しとる場合か。ゾゴリラ、今すぐナミさんから離れやれ。ナミの回復が優先よ。ありがとう、助かるわ。まずいわね。こいつ強いわ。まずいわね。こいつ強いわ。なめんじゃねえ。いけるか。
サンダーボルト点火。やべ、これは気を抜けなそうな相手ね。ドスフルール。グラップ。ゴムゴムの。ディアブルジャンブ、プルミエールアッシュ。舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。オチエンタフルール、クロトラマード、ショック。こいつ強えな。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウィン。ありがとう、助かったわ。ナミさーん、無事。よし、ナミもゾロも見つかった。あとはブルックだ。ナミさーん、無事でよかった。迎えに来たよ。おう、ご苦労。お前じゃねえよ、クソケンシ。山積みだぞ。あいつが溜め込んだのか。これは。どうした、フランキー。コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。俺はこいつでサニーを直すぜ。他にも船の材料に適した樹木が茂っている可能性があるわね。さすがロビンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。どこにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。おい、待てよルフィ。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ、皆さん、私はここですよ。お、どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉ないんですけど。よっ。この辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サ
サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。よっほっほ、恐れ入ります。まさかあれが海賊。こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。事の起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい、順調に航海を進めていた。見ろよあの島、デケー島がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ、行ってみよう。ちょっと待ってルフィ、変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。ノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、